サンダースノーはアイルランドで生産されたイギリスの競争馬。主なカチクラは2016年のクリテリウム、アンテルナシオナル2017年のジャンプラ賞、2018、19年のドバイワールドカップ。レスター競馬場のデビュー戦を勝利で飾ったが、その後ロにあるアスコット開催の2歳重賞の G2、コベントリー S で2着、続く G2 シャンペン S でリベットの2着。 G1 デューハーストステークスでチャーチルの4着と前線はするものの4連敗。デビュー6戦目でクリストフスミヨン騎手を背にフランス G1 クリテリウムアンテルナショナルに挑むと2着に5馬身もの差をつけ優勝。初重症勝利を G1 で達成した。1月にはダートミ出走ながらアメリカ三冠競争への予備登録を行い2月の UAE2000 ギニーで始動。 自身初となるダートを国服し5場審査で圧勝した。続く UAE ダービーでも日本から遠征してきたエピカリストの叩き合いを制し優勝。ケンタッキーダービーへの出走場選定の100ポイントを獲得した。しかし本番のケンタッキーダービーでは発馬直後に跳ね上がるような歩み様になり競争中止となった。その後立て直し合い2 0 0ニー。 セントジェームス・パレス・エースへ出走、それぞれに3着と構想。そして7月に、シャンティケーバ場で行われたジャンプラ賞を制覇、G1 競争2勝目を挙げる。続く、ジャックル・マロワ賞は一番人気に押されたが、アルケール・インス・オブ・コートに次ぐ3着に敗れ、その後10月のクイーン・エリザベス2世エースでは、過去最低の15着と大きく崩れてしまった。 4歳シーズンは1月のマクトゥームチャレンジラウンド1、原ら指導、UAE ダービー以来となるドバイのダート戦で、ヘビメタルの日着に構想し、復調をアピールした。2月のマクトゥームチャレンジラウンド2では残り100メートルで、ノースアメリカを捉え重傷制覇。しかし3月に行われた、マクトゥームチャレンジラウンド3では、主戦のスミヨン機種からオイシン・マーフィー機種へ乗り換わり、挑んだが、 前走のラウンドに出まかした、ノースアメリカを捉えきれずコバ審査の2着に屈した。迎えた本番のドバイワールドカップには、前年のトラバーズ S、ペンシルベニアダービーの覇者で2018年初戦の、ペガサスワールドカップで、ガンランナーの2着からの転戦となる、ウエストコースと、前年の米最優秀ダートコバヒンで、b c リスタッフ含め2017年は、 G1 競争2勝を含む3戦全勝。ここが指導戦となるフォーエバー・アンブライドルド。同じゴドルフィンでこちらは、アンドレ・ファーブル旧車所属。前年のビシーター不破者のタリスマニック。日本からも、竹豊を背に青ーディが参戦して10頭を立てながら、早々たるメンバーとなった。レースは、スタート直後から、ウエストコーストと、外から、 サンダースノーが主張し譲らず花を切る展開に、4コーナーでウエストコーストが競ってくるも、先頭を譲らず、直線に入るとあっという間に後続を突き放し、最後は2着のウエストコーストに5馬身付け圧勝した。この勝利で、サイード・ビンス・ルール長教師は、ドバイワールドカップ通算8勝目を挙げ、安城のスミヨン機種にとってもこれが、ドバイワールドカップ初制覇となった。その後は、 休養に入り夏のインターナショナルステークスから、指導、プリンスオブウェールズ S で、クラックスマンを破り、キング・ジョージも制した、ポエッツワード、エクリプス S を勝って挑むロアリング・ライオンなど、出走馬8頭のうち7頭がその年に G1 を勝っている近年稀に見る、ハイレベルな一戦となった。レースは、ドバイワールドカップの時と、同じく先手を主張したが、 最後の直線で力尽きロアリングライオンに大きく離される最下位に終わった。秋はかねてより計画されていた米国遠征を決行。初戦となったジョッキークラブゴールドカップ2着を挟んで挑んだ BC クラシックは直線抜け出したアクセラレートと並ぶところまでは行ったものの差し切れず後方から追い込んできたガンナベラにわずかにかわされ3着に敗れた。前年に引き続いて ドバイに遠征し、3月9日のマクトゥームチャレンジラウンド3では惜しくも2着。3月30日のドバイワールドカップでは、道中3番手で追走すると直線で早めに、抜け出したクロンコースキーとの壮絶な叩き合いを、放させし、史上初の連覇を達成した。帰国後、6月8日のメトロポリタンハンディキャップに出走したが3着に終わる。月日、 ゴドルフィンのホームページで現役引退が発表された。引退後はダーレージャパンスタディオンコンプレックスで種ボバとなる。ありがとうございます。